Hello, this is a video diary January 15th 2014 for YouTube subscribers 皆さん、こんにちは。YouTube 登録者の皆さんへの、ま、あのと言いますか、あの、音恵がまがしいですけども、そうではなくて、えー、を対象にしたあの、YouTube diary です。1月15日、2014年。 もうあの正月も半分終わりました。早いですね。本当にあっという間に15日が過ぎていったかという感じです。で、今週は、今週はというか、あの先週出しませんでしたので、今週は、あの、先週、まあ、まま、めんどくさい話はどどうもいいんですけど、要するにビデオダイアリーです。で、この1週,1週間の大きな変,変化というのはですね、変化というか、まあ、えいろいろ考えることがありまして、 考えています、えーまあなんとなく、まあ、全体の流れとしましてはねマヤ、あのー、インカーの時代にはよきにつけ悪しきにつけエイリアンっていうのはすぐそばにいたなっていう感じを強く印象も強い印象を持ちました。それから、あのー、じゃあ今になってそのエイリアンが遠ざかっているかというとそうでもないという。 まあ大変なニュースが飛び込んできましたがそれについては今あの連絡を取り合っている最中ですので近く皆さんにまた報告できると思いますまさに驚愕すべき事実なんですけどもあまりにもその何て言いますかあの驚愕すべき事実なもんですからあのまあ慎重に慎重に今あの調査を進めております、まあ、そ,れはともあのそれはともかくとしましてまああの 今週面白いなと思ったのは、前、あのまあね、あの新しい,あのなんていんすか遺跡いあの、資料が出、ね、てきたということですよね。でそれについて、まあ、立て続けに2、3本、この3日間ぐらいで作りました、二日間で作りましたですけどね、まあ、最近はあの非常に慣れてきまして、1本作るのに、まあ 昔の、昔というか、去年の初めの頃の比べますと、ちょうど1年ぐらい前と比べますと、3分の1から2分の1の時間でできるようになりました。で朝起きて、今日も6時に起きたんですけども、寒いですからね、あの本当はもっと早いんですけども、あのまあ、目覚ますのは5時半ごろかな、目覚まして、で頭の中でこう謎,謎を、ね、一生懸命考えるんですよね。 でそれが解けるか解けないかですけども、まあ、それを考えながらそしてあの書斎入っていくわけです。で、まあ、面白いものでしてねあの書斎入るとピーンとこした緊張感が走りまして途端眠気も覚めてしまいますし、まあ、今それ不思議なんですけども寒さすらも忘れてしまうんですよね。で今日、まあ、たまたま朝目覚ました時に考えたのはあの天照大神が本当に女性だったんだろうかという疑問を持ちましたですね。というのはどうしても合わないんですよ。 あのアフラマズザーがねあの大日如来だっうことは分かってるんですよそしてその下にこの下にというかそれからあのゾラスター教が生まれて、えー、それからその後にその中のゾラスター教の中のまあ7人の弟子と。 そして、それから6人の弟子というかいるわけですけどもその中に女性が3人いるんですけど一番臭いというかあのこ,れこの人だなと思う女性はいるにはいるんですけどもね。あのーはい そのそ中の一人がミトラなんですよね。ミトラがそこからミトラ教を発展させると言いますか。ミトラ教が前世時代のミトラ教を改装するというか、するわけですよね。ミトラ、ミトラ、そしてそのミトラ教がですね、 魅力菩薩につながっていくというミ,ミトラがですよ、弥勒菩薩につながっていくというのは、まあ、これは私の説ではなくて、もう世界的に認知されたあの説なんですよね。あのアフラマザが第二次の来であり、ミトラがあの魅,魅力菩薩となっていくとで弥勒信仰というのが始まるわけですよね。で、それがあの一部がですね、一部というか、 あの長い、まあ、そんなに道のり、旅のりがあるわけですけども、日本へ入ってきて、まあ、聖徳太子や空海によって受け,継れる受け継がれるってことなんですよね、まあ。それが大きな流れなんですけども、そうするとその、天満寺、大、まあ、神は、どの位置でどのどど、どこから来た神か、ということが、まあ、謎が解けないんですよね。まあ、一番考えられるのは、ゾロアスターの中の,、まあ、あの神の。 神,神々というか、弟子というか、ディサイプルズというのはいるんですけど、その中の一人だということは分かる。多分ね、女性だと,だとするとそういうことになるんですけども、まあ私の感じとしては、あのそれこそ、あのー、あの、あの、ゾラスターの神様がですよ。そのままあの日本に来たとしてもあおかしくないというふうに私は考えているわけです。しかし、男の人ですからね。ザウス・シトラですけども、ザウス・シトラにしても男ですからね。明らかに男ですよね。 で、そこが謎なんですよね。で、今朝も5時,5時半頃、それが起きて考えて、あ余ってるそう見かっていうのは、本当に男なのかな、女なのかな、かなかなって女なのかなって考えてね、そんなこと考えて、そして起きました。で、まあ、あのー、 こんなこと言うと怒る人いるかもしれませんけれども、この日本ランドっていう小さな土地にですよ、日本ランドだけの神様がいると考える方がおかしいわけですよ。神っていうのは当然その地球を超え、宇宙を超えるからこそ神なんで、そのアマテラスオミカミが神であるならばですよ、当然この日本ランドっていうところを越えていてもおかしくないわけですよね。まあ幸いに、非常に幸いに日本はその後ね、他民族のいわゆるその襲来というか、他民族のその なんてますか、まあ他の国は、ね、ほとんどこのいろんな形で多民族が入,れ入りまた入れ替わりあの立ち代わりということで土地というものはあるんですけどもあの民族そのものは入れ替わってしまうということがあるんですよね。 ですから、英語であの愛国心っていう言葉をよく使います。t patriotism って言うんですけど、ペトリアートというのは愛国者というふうに訳すんですけど、ペトリア t トというのは、ペトリアートはお父さんでお。も、ま、と、あ、元とラテン語、ギリシャ語からラ、ラテン語から走ってるんですけども、ペトリズムというのはどういう意味かというと、あの 父なる大地を愛するという意味なんですね。あるいはあの母なる大地ともいでしょうけども、あの日本で国に言えばねあの。そういう意味なんですよ。大地を愛することを向こうでは愛国心というんですよね。英語では。日本では愛国心というと国家体制を言うわけでしてあの、もっと言うと、なんて言いますか、民族的な愛国心ですよね。人間を愛国というような感じで愛国心というので、そのような愛国心に対する考え方がちょっと違うんですよね。外国と日本では。ですからあの 土地を愛すするっていう,ふうに考えますからねそれはなぜかというと、いわゆるその油断しているとね他民族に取られてしまうというような危機感がその根底に深く流れてるわけですよね。ですから、あの愛国心という考え方も日本人と欧米人とではもう全く違うわけですね。まあ、それはともかくとして、まあ、日本はこう,こう,かこ,うこうですよね、もちろんこうあのあの幸いなことにもうなて言いますかずっとこの大和民族、 が、ね、ずっとまあ住んでるわけです、この土地にね。そしてまああの、他民族の襲撃を受けること、まあ受けましたけどね、受けることもなく、まあ、ともかくも平穏無事にこうして古代の神々をあ現在にあの伝えているというのは本当に稀有なことですね、ある意味で。稀有なことですよ。あのー、世界の国見てもそんなにないんじゃないかと思いますよ。あのー、東南アジア行ってもそんなにあのね、 あの王様の代々というのはない長く続いていませんしねあのですから、まあ、にともかくも言いたいことはですねあの天照総御神その日本のね基礎、まあ、を作ったというのはちょっと 大げさな感じがしますけども、基礎を作ったわけでもないんでしょうけども、ともかくも日本に代々伝わるアマテラオオミがですよ、あの男であったかな、女であったのかななんて、そんなことを考えながら、け朝目を覚ましたんですね。で、あれ、あのあの方がですね、アマテラオオミがですね、男であったらもう謎はすっと解けるところもあるんですよね、実は。ですから、女性だというふうにこだわってしまうもんですから、それじゃあ、どの人なんだろうって考えていくですよね。そうすると、先ほど言いましたように、ザウス・シトラーには、 7人の,、まああの弟子と、それからあの6人の次の弟子がいるわけですけども、まあ、合わせて13人いるわけですよね。それでそのうちのミトラは、今あのミトラ教を作る時には12人の弟子を作って、そして12月25日に生まれて、そして春分の日は春分祭をやって、母ああアスイナですかね、からあのまあ、あの岩から生まれたというふうに言われてますけども、あの諸女解体で生まれて、そして奇跡を起こしたりしてということ、全部キリスト教の話と全く 全く同じなんんでですすねねキリスト教が真似したんですよ、ね、当然なぜかというとあのミトラ教のは古いんですからねもう全1世紀にはあのペルシャ中をもう支配するほどといいますかあの全土に行き渡ってそしてそれがインドにも行き渡って そして、あの釈迦仏教にも大きな影響を与えるんでしょう,でしょうけどね、そして、まあ、チベットに行って、まあ、チベットはその後です、ごめんなさい、紀元後ですけどもあの、そういうふうにこう全世界に広がっていくわけです。当然、日本にも伝わってきまして、弥勒菩というのが菩、菩薩とつくのは大体あの、ミトラ系だと思って間違いないですね。弥勒菩薩、ミレ菩薩があの日本語で弥勒菩薩になったということを知って、そしてその空海も、あの長安、あ 西安に行って、そしてこの密教。密教ってことは密教の密ですよね。密という字はあち字ですからね。密教を学んで、そして日本へ持ち帰るわけですよね。それで、まあ、あの日本の、まあ、魅力菩薩信仰というのが始まるわけです。 まあ要するにそうして考えていくとそのちょうど入り口と出口はそれでわかるわけです。入り口が大日如来ならば出口が三ラ教弥六菩薩になるわけですね。そしてその中間に天照大神っていうのはいるわけですけどもその天照大神一体誰なんだということをずっと調べているんですけどもあのまたあの日本のね、あの代神代の時代のその歴史見るとその アマテラス大御神とスサノオが生まれるまでに7代あるんですね。7世7世ていうんですかね。そういうあるから、ちょうどその7という数字がですね、ゾラスターの7人の弟子のと一致するんですね。それまた不思議なところでしてね、同じ7で構成されるわけです。ですから私、ひょっとしたらあの、あの、ゾラスターの7代というのは、7人の弟子というのは、 7, 7, 歳7世のことかもしれないなとか思ったり逆に今度はアマテラミス日本のね信頼の歴史の、えー、7世7世をですね7人の弟子のことではないのかなと思ってみたり、まあ、どっちかど,どっちか分かりませんけどねあのそういうふうにこう考えてその中から、あのー、アマテラソ・オミカミとスサノオが生まれたんだともう一人生まれてますけど、まああのー、生まれたんだというふうに考えるとあのすんなりいくんですけどもその女性が見つからないんですよね。 あのこれはっていう情勢が見つからないもんですから、まあちょっと行き詰まってしまっているんですね。というのは、あのじゃあ日本のその超古代史を調べても、ですねみんないろんな漢字を使ってますけども、全部あれは当字ですからね。ですから、あの漢字からあの意味を探るということももちろんできませんし、それぞれの神がどんな仕事にあのに担っていたかということも、これまたわからないわけですよね。ですからあのあのの私はまあ まあ、半分ぐらいギブアップしてますけども何か手がかりがあるんじゃないかと思ってまだ周りをいろいろう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 ろ探しているような状況です、まあ、そんなところ、まあ、あのたまたまねあの自分であちこち調べてましたら、まあ、のメキシコ政府がですね2012年に、まあ、あの学者たちと一緒になってあの映画を作ったんですねでその映画の何のて言いますかね マヤンズヘッドエイリアンズイアクトマヤ人はエイリアンと接触を持っていたというような映画を作ってそのウェブサイトに引っかかりましてそしてその中に、まあ、今まで見たこともないようなその資料がどさずさと出てきたんですねでそれはまあここ2日か3日間集中的にあのビデオを作りましたでほぼ何て言いますかこれで終わったんで明日からまた別の謎に取りかかりたいなというふうに思っておりますけどもあのー まあ本当に驚くべき内容でしたね。そ当とね、矛盾が、まあ多少,矛盾が多少矛盾が生じるのはですね、あのグレーが出てくるんですよね、その中にグレーというか目のとがったね、あの細い、あの目の大きなな大大き大きく細い目ですけども、ちょっと矛盾してますかね。まあともかくもそういったグレーが出てくるんで、でそのグレーが、その前、まああのその、 いろんな物の中に線画として出て出くるわけですねそうすると、あのまあ、それまで私が知っていたというか、レプタリアン系のいわゆるマヤ人の血を飲み肉を食べたというあのあののグレあのエイリアンとは、これまた異質のエイリアンなんですよね。言い換えますと、あのどうもマヤもそれからインカもですね、エイリアンが入れ替わってるんですね。あのちょうどあの,あの歴史的にもそうなんですけども、あのいわゆるその。 まあ、どちらかというと、まあ、て言いますか、人間を奴隷のように使い、肉にあの餌にしてたようなタイプのですよ。そうしてたとは私は断言できませんが、そのタイプのエイリアンも、まあ、やっぱりいたわけですよね。日本よりもやってきました。で、そういうタイプのエイリアンとは違ったタイプのエイリアンが、あその後入れ替わって、 えー、松川マヤを支配したんじゃないいかという,ふうに考えますねだから同じエイリアンだと考えると無理があります、ね。だって指の数が違いますからね。あのー、爬虫類型のエイリアンっていうのは3本指ですからね。それから今度はあの出てきた資料は足の指を見ても4本、手の指を見ても4本っていう形で4本なんですよね。で、4本指のエイリアンっていうのは、まあ正直言って珍しいというか、いないわけじゃないんですけどね。 あの調べてみますといないわけじゃないんですけども珍しいなというふうに思ってあのだからそのまあ一つのポイントとしては。 手の指の数、足の指の数を調べれば、それぞれの関連性があの求められるんじゃないかというふうに考えています。まあ、それは私の,あの一つのねあの、いろんなものを調べるときの一つのヒントにしているわけであります。指が何本だということをね。だから必ず指を最初に数えますけどね。まあ、ともかく、まあ,あの、そういうふうにして、あの前あの新しい神様、そしてそれはもう本当にこう宇宙時代の神様みたいなものでしてね、なんて土星まで掘り込んでありますから、土星の輪が発見されたのはいつ頃かったって、それは望遠鏡がね、あの発達してからで ないとそんなのは見られないわけですから16世紀か7世か分かりません4レオンの時代かもしれませんし、まあ、とにかく土星の輪ですよねごめんなさいあのー、これ今の今の情報はまあ私のいい加減な情報ですでまあそういうふうに調べてきてまあ楽しかったですよあの何、ー、ていうか楽しかったということはあのー、ワクワクしましたからね、あのー、調べながらえー、ええー、ってな感じでね、あのーまあ、このワクワク感がこのこの謎解きのたまらないところですね あのあのまあ、信仰者の方には大変失礼なことをあの平気で言っているような感じのところもありますがね、しかしそのワクワク感があるからそここそ、またその謎解きも楽しいというか、謎を解くということになっていくわけであります。で、それがこの2、3日続きましたですね。で、まあ、これはもう一般的に総、まあ、論ということになりますが、格論になってくるとですねあの、いろんな意見があるんですけども、まあ、エイリアン自身は人間を迎え入れていないということは、もうはっきりしてますね。あのー 迎え入れてななないいいととここはは今現ににエイリアンがそばにいないことがそばの証拠なんですよもうね、マヤ、インカの時代から、それからあの奈良時代においても、かなり近いところにいたんですよね、エイリアンっていうのは。で、また、あのー、現に今、あのー、日本ではなくて、ペルーとかチペット辺りでは、エイリアンが本当に頻繁に出てるんですよね。頻繁に出てるというか、まあ、日常的に出てるようなところもあるわけですよね。 エイリアンというか宇宙船が、UFO、がねですから、そういうことを考えるとそんなに遠ざかってもいないわけですけども、まあ、だけど日本もそろそろ出てくる時期に来てるんじゃないでしょうかもう世界中は現れてますけど意外と日本だけはねこう大々的に現れてませんからね。 ですからまあ日本に、この次は日本ぐらいじゃないかななんて、ね、期待して,るしているんですよ。で日本で現れたらまあ、まあ、見に行きますかねな。なんせあの、ね、あのブレーメンの UFO は6時から9時まで3時間も出てたて言うんですからねあのそれをビデオ化しましたけど3時間ありますところもおそらくそのブレーメンの街中の人は見てると思いますよ。 次々と連絡し合ってね、あのまあ、5分や10分だと連絡する間もなく、あのどっか消えてしまうわけですけども、で私はあれはもう飛行機かヘリコプターで吊り下げたんじゃないかななんて初めは疑ったんですけども、大体警察のヘリコプターも出動して追っかけてるんですからね、ですからそうでもないと、まあ、まあ、ビデオを見て皆さんご自身が判断してくだされば結構ですけども、そういうことでそのブレブレメンの UFO を見てもそうですけども、まあ近くは来てるんです。しかし、それ以上には接近してこないと。言い換えまますとまあ私 私たちの臨時にはなっていないと。 で何度も言いますけども、選択権が向こうにあるわけですから、人間側にあるわけじゃないんですから。ですから、向こうの方が日本人間を拒否しているんだという感じはしますね。いわゆるこいつらと一緒に住めねえぞというような感じで人間を見ているという印象は持っております。となると、ですねこれ大変なことになってくるんですよ。あのどういうことかというと、結局はね、ハルマゲドン説になってくるわけですけども、まあ、人間は失敗作だとこんなのほっといてねあの、のさばらしておいたら宇宙はめちゃくちゃになっちゃうというようなことにあの宇宙人が判断したとしたらですよ。 エイリアンが判断したとしたら、これはまあ人間にはも,もう未来はないですね。はい。それこそ本当にもう、なんて言いますか、週末って言いますかね。あのー、はい。世も終わり、世も終わり、人間の終わりがやってくる可能性もないとも言えないんじゃないかと思うんでそれがまあ最後の審判って形になるわけです。さあ、その3号最後の審判、みんなど、皆さんならどちらに投票しますかエイリアンの目で見てください。エイリアンの目で。 あなたは宇宙を飛んでいるね。自由にあちこち飛んでいるんだけどもね。もちろん強力な武器も,武器も持ってますよ。いろんなテクノロジーも持っております。そして地球人を見たときにですね。あいつら頭はいいけども、まあ、しかしまあ全然理性のコントロールのできない連中だなあなんて思ったら、皆さんそういう人を仲間に入れるでしょうかね。そこは難しいところなんですよ。で、私がもしエイリアならどうしようかなって。しかし人間も捨てがたいですしね。 あの情の熱いところもあるし、感情もあるし、優しいところもあるし、音楽もここまで、ね、芸術もここまで発展させたしっていうのは、本当にこうい,い,いい部分もあるんで、滅ぼしてしまうには惜しいなあという、その気持ちもやっぱり同じような立場で、同じか同じように感じながら、エイリアも悩んでるんじゃないのかななんてね、勝手にそう思っておりますけども、皆さんはどうでしょうかね、もしその時にね、もしエイリアがノっという答えを出してしまって、もうこれ以上人間はもう全然期待できないと。 もう力を与えれば、どんどん人間がその人間は貪欲になっていくと、自分にブレーキをかけてこあの程度を知らないと、そういうふうにこう判断したとしたら、だってそうでしょ、月にあの、ね、あの中国はあの自分のロケットを飛ばしたんですけども、もうあの全体はもう中国の領土は的なことをもう発表してますからね、とんでもないことを言ってるんですよ、もうそんなことをやられたら、ね、もうエイリアンたまなんですよ、そりゃ。 あとある日勝手にね中国のロケットが火星飛んできてボーンってこの火星はここからがねえ半径200キロ半径500キロはなんであのー、ねあのー、監視区域だなんてやりだしたらねこれすぐ戦争になってしまうわけ,わけですから非常にこの貪欲さをこの象徴しているというか人間のあれだけ大きな国で、あのー、地獄はねえ毒ガスだらけなのにあの小さな島で、えー まあ、本当に人間の貪欲さをこの象徴しているような国がやっぱりあるということは逆に言うと、まあ、<laughs> やっぱり中国はリーダーにはなれませんね。 あのなってもらっちゃ困りますね。あんな国がリーダーになったら本当に世界めちゃくちゃになっちゃいますからね。というような印象をエイリアンが人間に対して持ったとしたら、やっぱり人間には未来はないだろうなと。それをアルマゲドン、アルマゲドンって言うんだったら、アルマゲドンもやっぱり近い,近いんじゃないかななんてね、ちょっと恐ろしいことを考えましたですね。それはもう今週考えましたですね。 それじゃあ人間に新しい技術を与えるかというと、それは医療やね教育では与えるということはあのヘリアさんも言っておりますけれども、武力ではまあ変えてもらわないほうがいいですね。私自身がそう思ってますから、人間にね武力でね、武力のいわゆる攻撃力のある、さらに殺傷能力のあるような武器を与えたらねこれ大変なことになりますから、やっぱり与えないほうがいいということは、人間にはまあ、人間からは人間には近づかないほうがいいよということですよね。 というようなことを考えますと、やっぱり人間も今なすべきことが何であるかということが分かってくるんじゃないでしょうか。私たちは、その、何て言いますかあの、はい。自分たちがどうあるべきかということをもう少し謙虚に考えて行動すべきじゃないかなというふうに思いますね。そういう意味で、神が見えぬ異形の念というかね。 それを示すことは重要なことじゃないのかなと思います。そして最後に一言言わせていただきますと、元はですね、キリスト教も仏教もね、イスラム教も、そして、あの、ミロク教もですね、あの、すべての宗教は一点から始まっているということなんです。まあ、それをあの皆さんに分かっていただきたいがために、まあ、こうして、まあ、今日あたりも新しいビデオを作りましたけどもああ、作っています。これからもよろしくお願いいたします。あの、本当にいつも多分、 Uh, thank you very much for watching and see you next time. Bye!